こんばんは。カクテルメンと言います。実はカクテルというバンドなんですけど、まだここにね、キーボードの女の人とメインボーカルと、メインボーカルの2人プラスダンサーみたいな人が実はおりまして、今日は女子向きで、来ましたので、カクテルメンということでやらせていただきます。メンっていうのは英語なんですけど、よう考えたらわしらオンやからな。今度からカクテルオンいきます。では、静かにスタートさせていただきます。まずは、スカボロって言
はここへ出るということもですね、ドラムの彼が、いつもあの練習はあのエレドラでやってるんですけども、生ドラ叩きたいということで、いきなり出ることになりました。離れてるのは実はある場所で、あの真後ろでドラムを叩くことになったんですよ。シンバルバーンになった瞬間何にも聞こえなくて、それからは避けております。アコースティックドラムを叩いてて、でエロドラを叩いてて、ちょっと今ですね、エロドラやね。まあ確かに。では、ちょうど二十歳ぐらいの時ですかね、もう40年ほど前ですが、どこに行ってもかかってたというような曲です。イーグルスのホテルカリフォルニア。We'll be right back.
ちょっと早いなるほどなるほど映画ロッキー3、2編まあ年ですからね、うん、ちょっと戻すとね、実感できでしたね、最近感じることがあります。ライブハウスに行くたびに一番年長かなって、ね、です、では愛を歌ったい順に行きます。還暦なんで、ヤマハに乗ってる川崎です。どこから行くか。久保田に乗ってる三浦です。
主人公はトラクターです。ベース、ハーレーに乗ってる川崎です。ドラム、ホンダに乗ってる、村島です。ホンダ CB 先生そこまで出てる、はい、では、キーボード、ハイエースに乗ってる長澤君です。では、最後の曲になりました。ちょうど、夜明けの人間になるんで、そうですね、甲板の上の状況を、浮かんでいただければと思います。航空母艦でございますが、夜明けの航空母艦16ビート OK。You never know